どうぞ、天音くん。いや、あの、してほしくはあるけどな。実際目の当たりにすると尻込みするというか、その男心というか。たくさん甘やかしてあげますので。じゃあ耳かきしますね。痛くないですか？痛くないよ、気持ちいい。これ男の人のロマンらしいですけど。多分天音くんも男の子ですね。逆向いてください。ああ。天音くん、どうかしましたか？気にしないでくれ。はい、終わりましたよ。ダメにされる。珍しく甘えんぼですね。誰のせいだよ。天音くんの髪は触り心地が良いんですよね。そうか。天音くんに触られるのは好きです。